中年オタッキーです、私のチャンネルでね登場するカメラっていうのはまあ大体フィルムカメラ、最近は特にフラッグシップ機が結構出回ってるっていうか出てるんですけども、まあ、大半がいただき物というね贅沢な状態になってるんですが、まあね、あのフラッグシップ機って結構高いですし、フラッグシップ機じゃなくても人気の一眼レフとかは結構高いんですよね。で、転売屋さんとかのね活動もね手伝ってね中古カメラが非常に高いものになってるんですけども、別に高いカメラでね写真を撮らなくても安いやつでも全然いい写真撮れるんですね。で、今回はね、まあ、このカメラね、クラッシー105というオリンパスのね、いわゆるバケーションカメラで撮ってきたんですが、このカメラも実はヤフオクで買うと高いんですよ。まあ、3000円から5000円します。まあ、高いって言っても5000円ぐらいまでなんですけど。でもね、ハードオフとかね、骨董品屋さんとか、まあ、北村さんとかね、カメラの北村さんとかのジャンクに行くとね、運が良ければ結構安い値段で手に入ります。まあとりあえずこのカメラで撮ってきたね、作例とかを紹介しながら説明を進めていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回紹介するねこのオリンパスクラッシー105なんですけどね、オリンパスのサイトにはね、オズ 105R という風に紹介されてます。これね、まあ、オズっていう105っていうね、マークもついてるんでね、同じカメラのようですね。同じカメラですね。間違いないです。1998年5月に発売されたようですね。風景写真から美しいポートレート写真まで最も日常的な撮影範囲を十分にカバーする高倍率3倍クラスズームレンズを搭載。携帯性の良さ、充実した機能、そして表の安い価格を同時に実現したコンパクトカメラですということですね。重さ 250g、レンズは 38105 の3倍クラスズームレンズを搭載。搭載レンズには高性能非球面レンズを採用し、描写性の高さとレンズ系、ね、の小型化を両立させました。まだ860ステップの高精度 AF、多彩な5種類のフラッシュモード、最大 B6 サイズまで撮れる、ズーム全域におけるマクロ機能、リモコン対応機能など便利で先進の技術を搭載しています。パールグレーメタリックの塗装した、スライド式レンズバリア、メインスイッチ機能を合わせ持ち、操作性が大変良くなっています。これはブラックボディで、だから色が違いますね。また1本の電池で撮影できるフィルム本数が約15本とコストパフォーマンスも非常に徹底的に追求した機種ですということですね。レンズ構成とかは書いてないっぽいんですけど、高性能非球面レンズの採用っていうことになってますね。うん、まあ、マクロも搭載されててね、夜景モードとかもね、搭載されて、こういろんなね、多種多様な撮り方ができると。まあ、コンパクトカメラにありがちな、ただシャッターを押すだけなんですけどもね、まあ、電源を入れると、ここにね、まあ、フラッシュモードとか出てきてね、これでいろいろコントロールするんですね。うん。まあ、こんな感じで。で、一応ね、今2022年の4月なんですけども、オートデート機能ね、クォーツデート機能は2022年対応しております。2020年問題を突破していますね。まあ、パノラマ機能もついてるんですが、まあ、パノラマは多分みんな使わないよね。うん。はい、これパノラマ機能はね、こんな感じでね、この画面がね、絞られるだけなんですね。これでパノラマっていうのもどうかだと思うんですけど、まあ当時はそういう、流行りがあったんですね。パノラマも今誰も使う人いないとは思うんですけど、横長の写真が撮れるだけですね。解像度落ちるんですけどね。で、これ多分ですけど、プリズムが採用されて、ファインダーはプリズムが採用されていますが、100% の視野率ではなくて、もうちょっと外側まで撮れる感じですね。フレームは非常に見にくいね。黒い線が引いてあるだけですが、まあ明るいところでは見やすいと思います。で、こちらがね、まあワイドテレの切り替えですね。まあ38mm から105mm まで無段階に切り替わるということで、80mm ぐらいで止めたりもできるんですけど、まあパワーズームですね。で、まあ、この時間だったら大体こうフラッシュが光るということなんですけど、昼でも結構ね、勝手にフラッシュが光っちゃうので、でフラッシュを禁止にする必要がありますね。フラッシュを焚きたくない人はね。
まあ、逆光とかでね、顔がしっかり映ってほしいとか、まあ、カラーネガでね、記念写真を撮るんだったらね、昼間でも全部フラッシュ焚いた方が実は良かったりするんで、まあ、これはこれでいいのかなとは思いますが、芸術的とかね、その絵を絵作りする写真にはフラッシュいらないっていう人は、まあ、フラッシュをいちいちね、オフにしなきゃいけないですね。で、一遍電源を切って、入れ直すとまた元に戻っちゃうんで、そのたんびにね、操作をしなければなりません。まあ、電池はね、比較的長持ちするということで、電源入れっぱなしで使うのもありかと思いますし、充電式のね、CR123A 等を購入して、まあ、電池がもったいなくない状態にしてからね、もう徹底的に使い込むっていう撮り方もあるやと思います。で、まあ、レンズはね、オリンパスのレンズらしくね、非常に良い写りをするんだな。で、今回は使ったフィルムはアリスタエイリューウルトラ400になるんですけど、実はね、WX と勘違いしててね、現像するときに WX と勘違いしてて、400で撮ったんで、まあ、9分現像したんですね。アリスタエイリューウルトラ400だったら8分ちょいぐらいで、だいたい適正時間なんですけども、まあ、アリスタエイリューウルトラね、ハイコントラスト、に出るフィルムでね、ちょっと暗部が潰れがちというフィルムなんですけども、まあ、どんな感じに仕上がったか、20度9分で現像してきた、アリスタエイリューウルトラ400で、まあ、作例を紹介してまいります。はい、作例でありますがね、これ現像時間を伸ばしたことによってかなりいい描写になってると思いますが、もうレンズの秀逸さはね、まあご覧の通りです。ものすごいキレキレの絵が撮れておりますね。もう文句のつけようがないです。で、レンズにね、太陽の光を入れるとこんな面白い、フレアが出たりもしますね。非常に描写力の高いレンズになりますね。被写界深度はね、かなり深めに出ています。だいぶ絞り込んで撮る癖があるカメラのように思えますね。まあ、背景ボケとかあまり期待できないものになりますが、描写力の高さはもうご覧の通りです。まあ、木の写真とかね、影の写真ばかりなんですが、非常に描写力が高いのがわかりますでしょうか。で、逆光で撮るのも結構面白くて、いい雰囲気で撮れるレンズですね。まあ、これ近接でマクロを試してますが、マクロでもしっかりね、ピントを合わせてくれますね。まあ、こちらもそうですがね、非常にキレキレの描写になっております。これコンパクトカメラ見えないですね。で、フラッシュがついておるのでね、暗いところでも普通に平気に写真撮れます。これかなり寄ってフラッシュを焚いたんですが、まあ、しっかり露出があっておりますのでね、調光補正とかもねしっかりしてるんだと思いますね。まあ、非常に良い描写と、いうことでこのカメラの優秀性が分かっていただけましたかね。こんなにね簡単にパシャパシャ撮れるカメラがこんなに映っていいんだろうかというねことなんですけど、オタッキーの動画ではこの手のカメラの動画を作ってもあんまり再生が伸びないんだな機材オタクの人が多いからまあしょうがないんですけどもね、オタッキーはね基本的にね写真を撮ってそれを見せるっていうスタイルじゃないですか。で、機材紹介とはちょっと離れてるんですけども、まあ、機材紹介の方が人気の動画にどうしてもなってしまうんだな。まあ、いろんなカメラ系 YouTuber いますけどね、多分ね、写真を撮って自分が撮った写真を一番たくさん公開してるのはもしかしたら僕だけか、僕かもしれない。一番こうたくさん公開してるの僕かもしれないですね。まあ大した技術もないのにね、じゃんじゃん写真を公開して、まあ勇気があるなっていうことなんですけども、写真をたくさん撮ってほしいので、やっぱ撮った写真を公開するのは責務と思ってます。で、今回のね、アリスタエイリューウルトラなんですけども、まあ通常より1分近くね、現像時間を伸ばしてあるんですが、まあ、この写りを見る感じではね、おそらくこれが適正時間じゃないかなと。WX の400と同じぐらいの時間現像した方がいいんじゃないかなという結論に至りました。で、ここからはね、比較の動画になる、比較っていうかね、どのぐらいの流浄感が出てるかっていうのをね、ちょっと作ってみたんですけどもね、このね、2枚の写真、これは普通の写真ですけど、次にね、拡大した写真になりますが、こんだけ拡大してもね、流浄感ないんですよね。そんなにないんですよね。まあ、400のフィルムなんでね、まあ、流浄感ないことはないんですけど、全然許容範囲に収まってます。ちょっとね、
この、アリスタエリュウルトラ400を現像する方、自家現像する方は特にそうなんですけど、かなり長めに現像した方が高結果が得られるようです。基礎データで20度9分ね、D76 ストックもしくは、富士スーパープロドル 50% の1対1希釈で、9分ぐらい現像した方が良い結果が出ると思います。はい、今日はね、そんな感じでね、このクラッシー105、OZ 105R っていうカメラですね。こいつの紹介とちょっとね、アリスタエリューのね、現像の話になりました。このね、アリスタエリューウルトラ400で、このデータでガンガン使ってみようかなと思います。はい、今日のね、カメラ紹介はこんな感じで、ここからは視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはゆこさんですね。おたっきーさんこんばんは、ゆこです。フィルムカメラ仲間やおたっきーさんに自分の作品を褒めてもらい、モチベーションを上げてる今日この頃、今年は人物写真にもどんチャレンジしてみたいなって思ってまして、この春休み中に末の息子をモデルに、これなんだ、引き群かな、川島町か、荒川の河川敷の菜の花の写真を撮影してきました。自分では春らしい写真が撮れたなって満足しています。1枚目タイトル菜の花と息子、2枚目のタイトル春ですよですね。塩カメラペンタックス ME、 レンズは SMC ペンタックス M50mmF1.7、 フィルムはコダックカラープラス200です、よろしくお願いしますということですね。で、1枚目からいきますけどね、これ息子さんをね、撮っておりますが、これはもうこれでいいと思いますが、背景をもうちょっと整理したかったところですね。高速道路がバシンと、これ圏央道でしょうね、おそらく場所からして、ということでちょっとね、向きを変える、なんか工夫が欲しかったです。2枚目の方はね、これね、奥にピントを合わせるか手前にピントを合わせるか非常に悩ましいところですけどもね、末広がりのね、菜の花のね、写真にするということで奥の方にピントを合わせてみたみたいですね。右側の方にちょっとコントラストが低下してる部分がありますけど、これはなんでだろうな。ただものすごくね、向こうまで菜の花が続いてるのは、素晴らしい春らしい景色だと思います。はい、ゆうこさんありがとうございます。次はタコマルさんの投稿ですね。中年おたけさんこんばんは、タコマルと申します。またまた撮ってきましたので投稿させていただきます。タイトルは咲き始め、カメラニコン F4S、 レンズは AF-S ニッコール80-200F2.8D PL フィルター使用、フィルム富士カラー100です。このカメラとこのレンズを持ち歩くのはちょっとした筋トレですね。確かに、作品なんですけどね、PL フィルターを使用したということで非常にコントラストの高い作品になっておりますね。まあレンズもね、80-200F2.8D ということでね、まあキャノンで言うところの L レンズ相当のものなんですが、もう素晴らしい描写になって、また高いレンズで、PL フィルターまで使って、ね、まあいい描写ということで、まあカラーネガなんですけどね、富士カラー100でここまでの描写、なかなか、いい作品になっていると思います。丸さんありがとうございます。次はケンちゃんさんの投稿ですね。作品投稿です。お題は路地です。久しぶりに千都町かな、これ、の路地に行ってきました。看板は変わってるみたいですが雰囲気も変わっています。カメラ EOS 55 EF2880F3.5 から 5.64、コダックゴールド400かな、ストロボロジ水族館ですということ。ストロボロジストロジ水族館ってところなんですね。もう一枚、二枚目が EOS3000 50mmF1.8、コダックゴールド200、よろしくお願いしますということなんです。作品なんですけどもね、一枚目はね、非常にね、色彩の高いね、照明等が非常に印象的です。奥の方にはね、傘を差している女性も写っていて、ね、面白い写真になっていますね。二枚目の方なんですけどね、これ、舞妓さんかなんかな、和服を着た女性が二人写っておりまして、これ非常に印象的な写真になっておりますね。女性がアウトフォーカスになってるのも逆に良かったかもしれません。ケンちゃんさん、ありがとうございます。次はね、野上さんの投稿ですね。3枚組写真かな。おたけさんこんばんは、作品投稿させていただきます。3枚組写真でタイトル、市内散策。機材はライカ2、ね、D2 にエルマー 5cmF3.5、フィルムはアリスタエリウルトラ200です。4月1日にエルマーを購入した後に、死者のため新潟市内を散策しました。ほとんど見慣れた景色ですが、機材が変わるだけで気分も変わるので楽しいですね、ということですね。1枚目は白山神社の、長寿屋を、
反逆光で撮りました。古いレンズなので強い光には弱いですね。2枚目はどっぺり坂という海の方の小高い場所から撮影しました。眺めがいいので お気に入りです。3枚目はバンダイ峡を撮影しました。雲から分かるように雨が降る直前でこの頃降り出しました。エルマの写りがとても好みだったので今度暗室借りて引き伸ばそうと思います。これからも動画楽しみにしておりますということですね。で、作品なんですけどね、エルマはやはりかなりの描写なんですが、強い光には弱いみたいでね、光が当たってるところにもちょっとフレアが広がってますね。うん、これは順光で撮るレンズかな。で、2枚目の方なんですが、シャドウ、大半がシャドウになってるんですけど、非常にね、コントラストが高く映っております。まあアリスタエディ200ウルトラということでちょっとコントラスト高めに出るんですけど、まあシャドウ部分になってこの写りはかなりいいと思いますね。で、3枚目なんですけどね、3枚目はね、ちょっとね、罠に引っかかってますね。これね、橋にね、水平を合わせてるんですけどね、顔もに水平が合ってないんですね。これ結構トラップになるんでね、注意が必要です。水平は顔もに合わせましょうっていうことですね。難しい。ちょっと、ほんのちょっとですけどね、罠に引っかかっておりますが、描写は非常に良くなっております。野上さん、ありがとうございます。次がね、津山ののりさんですね、3枚組写真です。こんばんは、津山ののりです。作品投稿の方はお願いします。過去写真になりますが、去年の秋、岡山県阿波村にある、のん滝を撮りに行きました。カメラ布教活動で職場の同僚を誘っての撮影です。五角形の橋柱状管理が地表に顔を出し、その上を滝が流れる珍しい滝です。先にと、角山公園と同じく EOS5 でシャッタースピード4分の1秒 F8 で撮影したものです。フィルム富士100を使用しました。よろしくお願いしますということですね。こう滝をね、4分の1のスローシャッターで撮影しております。流れる様がね、結構 いい感じに映ってはおりますが、もうちょいスローシャッターで撮っても面白かったかもしれませんね。構図もね、もうちょっとアップの方が良かったかな。3枚ともに似たような構図になっておりますが、1枚目だけちょっとね、引いた写真になりますね。はい、津山ののりさん、ありがとうございます。はい、今日のね、作品投稿のコーナーはこんな感じなんですけどもね、タイトル画面なんですが、これ、タコ丸さんのね、作品、咲き始め、こちらをね、選んでいこうと思います。カラーネガでもね、ここまで撮れるんだなと、これ素晴らしい描写になってますね。ちょっとね、葉桜っぽいような状況にはなっておりますが、描写の良さに惹かれました。まあ、カラーネガでこういう写真ね、皆さん目指してはいかがでしょうか。僕もね、今年ちょっと PL フィルター引っ張り出してないんですけどね、PL フィルター出さなきゃいけないな。まだ大丈夫かな。はい、そんなわけで、今日の作品とコーナーはここまで。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日の俺のカメラはケンタロウさんですね。こんにちは、ケンタロウです。俺のカメラに投稿させていただきます。カメラはコンタックス 2A です。オークションで入手した当時はシャッターも切れないジャンク状態でした。一度は置物にするかと諦めましたが、注意をしたら動く、なんとか動くようになり、一人で飛び上がって喜びました。メッキが剥がれ、ツアイスイボでデコボコですが、それでも凛とした佇まいに惚れ惚れしてしまいます。撮影はオリンパスペン F、 富士カラー100で頑張って夜の部屋でお酒を飲みつつ撮りました。往年の名機は年を取って今でも男前ですということで、作品なんですかね。これは非常に狙った写真になりますね。ボコボコのコンタックスですが、ちょっとこれはタイトル画面にしていきましょうか。これはうまい。テーブルの反射を利用したということです。ちょっと面白い作品になっておりますね。コンタックス 2A ね、ツアイスのレンズを使うにはね、非常に良いボディなんです。で、ツアイスのレンズが比較的安く入るんでね。ただ、まともなボディが少ないということで、まあ、キエフとともにね、値段が上がってるカメラになるんですね。まあ、私も欲しいんですが、なかなか手が出ません。まあ、ツアイスイボーということで、もう確かにボコボコになってますね。僕のね、セミコンタもこんな感じになってますけどね、これ癖なんでしょうね、素材のね。はい、俺のカメラのコーナー、ありがとうございました。ここからはね、教えてオタッキーのコーナーになってまいります。はい、教えてオタッキーのコーナー、今日はね、小寺さんの教えてオタッキーですね。
中年オタッキーさん、やったやっちまった、教えてオタッキーのどちらが良いか悩みました、いつもお願いする大手に現像と CD 化をお願いしました。最後の4枚だけがホコリだらけでした。フィルムは綺麗なままで届きました。クレームか悩みましたが、自分で反転デュープすればいいと諦めました。どっちが良かったかアドバイスよろしくお願いします。ホコリだらけのものは3枚目と同じで、その直前は 1,2 枚目です、ということですけどもね。で、写真を見てみるとね、小さいホコリがね、1枚目はね、そんなにでもないんですけどもね、2枚目以降、これひどいですね。これはひどい。これね、状況から見るに、多分なんですけども、フラットヘッドスキャナーを拭いたんじゃないかなと。ね、拭き跡みたいな感じに見えますね。僕には見えます。これね、お金を取ってやるんだから、やっぱりここはちょっと徹底しなきゃダメですよね。ルーペを使ってでもね、確認しなければならないと思います。まあ、自分のものになるぐらいだったらね、ちょっといいんですけどもね。これお金取ってるわけですから。そんなわけで、これはクレームをつけていいと思いますね。再スキャンお願いしますってことね。これはないでしょっていうね、クレームをつけていいと思います。というかね、クレームをつけることによって、そのお店のプラスになると思います。なぜかというと、クレームをつけずにね、放置した場合はね、その作業をね、同じ作業を繰り返す可能性がありますよね。で、そしたらね、このお店に出したら、ホコリがつくからもう出さないようにしようという、お客さんの心理になりますよね。でもね、クレームをつけることによって、あ、注意しなきゃいけないんだなっていうことをね、分からせてあげるっていうのはね、大事なことだと思います。こういうことがあったから気をつけた方がいいよっていうね、ことになりますので、これはクレームをつけた方が、お店にとってもプラスになると思います。僕はそう思います。はい、今日の動画はね、こんな感じで終わっていきます。いかがだったでしょうか。実はね、天候がすごく悪くってね、作例を取るのに苦戦してます。もうね、2週間ぐらい全く取れてないんですよね。で、ちょっとピンチになってるんですけども、長い間ね、撮ったカラー写真がね、2本ほど上がってきたんでね、なんとか今週はね、食いつなぐことができそうです。で、次回はね、キャノン F1 にね、FL のマクロレンズをつけてね、秋と春を撮ってきたっていう動画、秋と春、ね、を作ろうと思っています。はい、今日の動画こんな感じです。いかがだったでしょうか。高評価の方ね、どしどしお願いします。コメントの方もね、ちょっと追いついておりませんがね、どしどしお願いします。またね、中年オタッキーのね、英語字幕付きチャンネル方なんですけど、最近ちょっと伸び悩んでおります。チャンネル登録伸び悩んでおります。工夫してね、作っていただいておりますのでね、まだね、チャンネル登録されてない方は、説明欄の方にリンク貼ってありますので、そちらから飛んでいただいて、チャンネル登録よろしくお願いします。またね、よろしかったら、Twitter とか Facebook とかでね、シェアもしていただければ助かります。特にね、中学生、高校生とかはね、オタッキーの動画を見ながら英語の勉強ができると。そんなわけでね、かなり美味しいと思いますので、まあ、英語のね、勉強をしたいという方もぜひ、中年オタッキーのね、英語字幕付きチャンネルの方、説明欄のリンクの方から飛んでいただいてチャンネル登録していただければ嬉しく思います。はい、今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。